アメリカは建国以降イギリスからの独立戦争に関わったジョージ・ワシントンなどの名門エリート家で大統領も連邦政府の職員も支配されていく。その後も代わる代わる彼らエリート家で大統領は占めていく。このエリートたちにより農民などの民主主義の過剰は止められ、当初のアメリカ建国の目標は達成されていたのだ。これでアメリカは完全に我々エリートで抑えられたぞ。しかしエリートアメリカ政府は7代目大統領に壊されると。それが民衆の味方アンドリュー・ジャクソンだ。アメリカ政府をぶっ壊す。ジャクソン以降アメリカ政府は民衆により運営されていく。さらにそんなアメリカ国内では西部開拓が行われ、アメリカは一気に巨大な経済大国へ上り詰めていくのだ。ここではなぜエリート支配層は民衆であるジャクソンたちによってぶっ壊されてしまったのか、またアメリカ国内の西部開拓によりなぜ経済大国までアメリカを上り詰めることができたのか、ここでは民主党や共和党の前身であるホイック党も出てくる。アメリカ世界を知る重要なポイント盛りだくさんだから、ぜひ最後まで楽しんでね。ああ、やる気出ないよな。どうした？いや、アメリカは今全力でインディアンや外国を払いのけるため西部開拓を行っているが、上のエリートはただペンで命令書や書類を書いてるだけだろ。なんだかそんな奴らがトップだと思うとやる気も薄れるぞ。そうだよな。あ、だったらジャクソンだ。ジャクソンを大統領にしまえばいいんだ。ジャクソンの生まれはエリートの奴らとは違い貧しい移民の子だ。なのに実力と努力で裁判所の長官までのし上がったんだぜ。何度も戦争で成果も上げてるし、ジャクソンなら間違いなくアメリカを良くしてくれるぜ。この頃のアメリカは全ての白人男性に選挙権を与える普通選挙が各州で広がっており、民主化の流れがめちゃくちゃ勢いづいていた。さらに今まで大統領に当選していたエリート家ではまるで義務のように選ばれていたが、ジャクソンの時代になると利益、生計のために政治家になるプロが現れ、当選するための市民への働きかけも行われるようになっていたのだ。おい、お前ら絶対にジャクソンに投票しろよ。はい、わかりました、ジャクソンですね。書くことのできるエリートと戦うことのできるジャクソン、どっちをあなたは選ぶんだい？どっちなんだい？戦うジャクソン、パワー。こうして民衆に押し出されるようにアンドリュー・ジャクソンはアメリカ7代目大統領に就任。ここから一気に民主化になる流れからジャクソニアン・デモクラシーと呼んでいる。私がアンドリュー・ジャクソンだ。私は民衆の味方だ。ここに民主党を成立させるぞ。いいぞジャクソン、我々民衆の味方だジャクソン。ああ、このジャクソンによってあのアメリカ二大政党の民主党ができたのか。そうなんだ。さらにジャクソンは連邦政府の中身にまで手を突っ込んでいく。おい、アメリカ政府の管理たち、君たちは今日でクビだ。エリート家というだけで仕事をされてもアメリカは動かせない。これからは私がアメリカ政府の管理を採用する。一気に入れ替えだ。そんな。ジャクソンが積極的に取り入れたのがこの官職を交換させる寮官制の実現だ。寮官制？政府が真に民衆のものであるためには民衆に選ばれた私が管理を選ぶ。そのように常に民衆の統制が及ぶようにしなければならない。この寮官制によりアメリカ政府をコントロールした名門家は完全に崩壊。ギャー、ジャクソンめ、民衆め。ジャクソンさん、これでエリートは終わりましたね。我々ですが、ジャクソンさんを当選させたのですから、我々をアメリカの管理に採用してくださいよ。もちろんそのつもりだ。なんでこれ。職業政治家はまさに政治によって生きる人々だから、当然に報酬を要求するんだよ。報酬の一部としてこの大統領による官職の配分も該当しているんだ。すなわち大統領選挙で勝利を収めた党派は官職の配分を受ける。この後もこの寮官制はアメリカの政党が全国組織化を進めるための有力な武器になっていくんだよ。しかしここで黙っていないのが元アメリカを支配していたエリート家たちだ。畜生ジャクソンめ、所得の低い民衆たちの方が我々エリートより圧倒的に多いから、選挙となると何をやっても私たちは勝つことはできないぞ。
こうなったら我々も政党を作り、とことん民主党に対抗していこう。ここでジャクソン派の民主党に対抗してエリートたちで保育党が結成される。この保育党こそ後の共和党であるのだ。保育党、そんなエリート家で作られた政党などどうせ貴族的政党だとして民衆からソース感を食らうだけだ。ほっとけ。いやいや、それが保育党のやつら汚いんですわ。丸太小屋に住む素朴な農夫として宣伝してるんですよ。さらに庶民の飲み物リンゴ酒を各地で振る舞ったりして、とにかく庶民アピールがえげつねんすわ。なに、あいつら民衆にこびて汚ねえな。これはリンゴ酒選挙とも呼ばれ、エリートを中心に結成された保育党も庶民をやはり味方につけた方がいいことを表していたんだ。ジャクソン以降、アメリカ政党はこの民主党、保育党により民衆の目を引かせながら互いに政権を運営していったんだ。一方でアメリカ政府がこのように運営されている中、アメリカ国内では西部開拓が勢いよく進められていた。アメリカの西部開拓を整理すると、13の植民地が独立。フランス、ナポレオンからルイジアナ州を購入。スペインからもフロリダを購入。メキシコからはカリフォルニア州を分取り。イギリスからはオレゴン地域を獲得する。こう見るとアメリカは外国から土地を購入するだけでなく、メキシコにおいては戦争によって手に入れてるんだ。これは我々アメリカ人は西部を開拓することは神様から与えられた使命なんだよ。アメリカ合衆国は神から与えられた土地なんだ。これは明白な天命、マニフェストディスティニーなんだ。いいぞ、マニフェストディスティニー。この考えは道徳化を完全に排除し、西部に住んでいた先住民であるインディアンもメキシコ人も武力により排除していくんだ。マニフェストディスティニーだ。とにかくここはアメリカのものなんだ。これは神様から与えられたものなんだ。どけインディアン、どけメキシコ。ぐー、なんでアメリカひどい奴らなんだ。こうしてアメリカの拡大には多くの犠牲も伴っていったんだよ。先住民やメキシコの人を考えると、こんなのありえない話だよな。そんなアメリカ西部開拓はアメリカの経済大国へ押し上げる面でもあったんだ。時間は少し戻り、フランスのナポレオンからルイジアナ州を購入した頃、ナポレオンはヨーロッパ中と戦争しており、さあ行くぞ。イギリスともナポレオンは戦争状態に陥っていた。おいおい、アメリカ、ルイジアナ州を仲良く購入したり、お前らフランスと手を結んでんじゃねえよ。こうなったらアメリカとは一切イギリスを貿易しない。いやいやいや、イギリスの産業革命の恩恵を受けてアメリカも発展してるんですよ。もういい、だったらイギリスに依存せず、我々アメリカで産業革命を起こすぞ。このイギリスによるアメリカとの通商禁止をきっかけに、アメリカ北部では工業化を一気に進めていく。さらにメキシコから分取ったカリフォルニア州からは大量の黄金が見つかるゴールドラッシュが起きた。うおー、今カリフォルニアらしいぞ。カリフォルニアにセルダー。すごい勢いで住民が移動していくぞ。この流れに乗って大陸横断鉄道を通すぞ。こうして巨大インフラ事業、大陸横断鉄道を完成させたアメリカは、一気に土地だけでなく経済的にも肥大化していったのだ。ああ、なるほどな。アメリカはイギリスの貿易を止められたことで自ら工業化していき、さらにゴールドラッシュというカリフォルニア中東部にもあやかって大陸横断鉄道を成功させることでアメリカの欠脈まで完成させていったのか。でも西部開拓を推し進めたり、やってることはヨーロッパの植民地政策である帝国主義と全然変わりねえよな。いや、それが帝国主義と全く一緒かといったらそうでもないよ。西部開拓をしてる頃のアメリカはキューバである南のラテンアメリカだって開拓はできる力は十分にあったのに、あえて攻めていないんだよ。それはなぜか。それはラテンアメリカに攻めることは共和制の拡大につながらないからなんだ。え？共和制の拡大？なんでそれ？前回も話したけど、アメリカはヨーロッパの王様で支配する君主制をとにかく嫌がったんだ。そこで州の住民で自治する共和制として州を統治することをアメリカを求めた。でもキューバでは黒人が多く、当時のアメリカではそもそも黒人には投票権もない。そんな黒人の多いキューバを白人で無理やり統治するのはもはや共和制でなく白人の君主制としての統治になってしまうでしょう。こうなるとアメリカ合衆国の精神とはそぐわないため、キューバはあえてアメリカ合衆国には入れなかったんだよ。つまり
西部開拓はヨーロッパのようなただただ拡大していく帝国主義的植民地の拡大ではなく、アメリカ合衆国の精神を広げる共和制の拡大が目的だったという点で大きくヨーロッパと異なっているんだ。こんな風にしてアメリカは工業を発展させ、さらに庶民により大統領が選ばれる民主主義の基盤を築くなど最先端の国家として成長していく。けどここでアメリカ史最大の死者を出す内乱が起きてしまう。それが南北戦争だ。知って